こんにちはお集まりいただきましてありがとうございます Unity Technology Japan の中村と申します、えー、普段は Unity As d で、えー、アプリのマネタイズのお手伝いをしております、えー、本日はですね芸者、えー、東京 CEO の田中様と一緒にデータよりも面白さ芸者東京に学ぶグローバルでヒットするハイパーカジュアルゲームの作り方についてお話をしていきたいと思います田中さんよろしくお願いしますあ、皆さんあの初めましてあの、芸者東京の田中でございます今日は45分あの、楽しみましょうよろしくお願いしますお願いします こちらが本日のアジェンダとなっております早速ですねあの芸者東京とはというところは会社概要をご紹介いただければと思いますあの芸者東京は2008年にできましたであのやってたんですけどもともとはャゲーとかやってたんですけどもドメスティックに、えー、っと2年ぐらい前にあの壊滅的な失敗しましてですねちょっとこれはだめだなというか逃げるようにあの海外で今あのハイパーカジュアルということでまあ かっこよくてピボット言うんですかね。まあ、実態は夜逃げみたいなものなんですけども、海外であの出しまして2018年の2月からハイパーカジュアルの会社としてリスタートアップしましたとで今社員は大体30人ぐらいですとでこの1年ぐらいで、まあ、ちょっと皆さんもあのひょっとしたらやっていただいてたら嬉しいなと思うんですけども、あの去年の10月にスノーボール IO 今年の4月にトラフィックラン ちょうど先週に「ダイナソーランページ」ていうのが全部、の US のランキングでトップ取れまして、まあ、とりあえずあの、まあ、ちょっとあのサバイブしたかなみたいなそんな感じですありがとうございますいます,すごい直近でもう1位を取られて、まあ、かなりファッあのホットな話題になっていますのでそこら辺も今日、まあ、少しお話しいただければなという,ふうに思いますで次になんですけれどもあのハイパーカジュアルゲームを作り始めたきっかけについてお話をいただければなという,ふうに思っておりまして。あの もともと僕らそのグローバルにはいわゆるミッドコアって呼ばれるようなゲームを作ってましたで、ままあ、皆さんも多分あの何となく分かると思うんですけ、ね、どやっぱ結構開発費も高騰してしかもプロジェクトのサイズも大きくなってちょっとこれはもうだめだなみたいな、まあ、あのワンプロジェクトで10億失うみたいな、まあ、そういう状況になってきてで、まあ、実は僕で10億以上かな失ってでもその頃にですねあのもう朦朧としながらスマホ見てたら あのまあ、ニュネットの記事かなんかで見たのかな、このハイパーカジュアルで、このディーンっていうゲームが、なんかすごいらしいみたいな、ダウンロード数が1億とかてて、うん、結構やっぱありますよね、であのパって見て、これ、すぐ作れそうじゃないですかね <laughs> であ、これで1億ダウンロードかと思ってあの、もう本当に愛な気持ちで始めたのがきっかけです。はい、結構やっぱ量は初め作られましたか ゲームの量最初はこれ1本作ったらいいなと思って、まあ、1本これっぽいのを作ったんですよ。でなどうしたのテ,テストしたのかなテストしたのかなんかしてもう全然だめで,で、まあ、やればやるほど、まあ、このゲーム、まあ、今となっては DUNE ってまあ皆さんもあのやったことなんかもぜひやっていただくとすごいと思うんですけど本当よくできてて面白いんですよねしかもあと、まあ、でも話しますけどデータの塊っていう,ですうんいやいいゲームですよ。 <laughs> <laughs> 人の会社のゲームを褒めてもしょうがないですけどあ <laughs> まあでもやっぱりいいゲームは誰が見てもやっぱりいいゲームだといや本当そう思いますねうので量を作っていくと次は質とかが大事になってくるかと思うんですけれどもあまあ、ね、最初はその、はい、結構ハイパーカジュアルって言いわゆるセオリーで言われていることって大体そのたくさん作ってたくさんテストしてその,その中から KPI と呼ばれる、まあ、具体的に言うと CPI 低くて。 まあ、リテンンションレート、継続率が長いものっていうのがを、まあ、見つけ出してある,ある意味その、田下さんモデルっていうふうにまあ言われているので、うん、まあ僕らも、まあ、そうなのかなと思って最初はとりあえず、まあ、そのとき残ってた社員たちにもうとりあえずなんかその、もう週一本作ろうぜみたいなで、うん、テストしようぜみたいなことで始まったのが2018の2月ですね、ちょうど1年半ぐらい前です。はい なるほどまあ、やっぱりまずは結構大量にこう作り続けることっていうのが大事なのかなと思ってそうですね、でまあ、量であのこれ、このスライドがまあ量質、ね、量プラス質ってなってるんですけど、やっぱその後、結構まあ気付くんですよね、いっぱい作ってると、あのもう、果てずっぽで作ってても、全然もう、当 <laughs> たらないっていうことを気づいて、あやっぱりちゃんと的を狙っ見て投げなきゃだめだなみたいなこと気づいて、まあ、質も大事だなってなるんですよね。でも質も大事なんですけど最近は まあ質大事にしすぎるとやっぱりスピードが落ちちゃうって量が減ってくるんでまあ量と質が大事だなっていう,もうあのまあそりゃそうだよねっていう <laughs> 話なんですけどはい今量と質のアンドていうことを目指して両立を目指して頑張ってますはい、はいえー、ちなみにこちらが今までリリースされたアプリ。 となっておりまして、今まで大体どれくらいリリースされた。んですか、ね、これ多分ね、はい、スライドの関係であの半分ぐらいはしょらしていただいたと思うんですけど、はい、大体ね。ああはい、ちょうどあの中村さんにこのスライドのこと言われて。はい、サムネック整理してたら、百個ぐらい、百、そ、ね、っんな百、ね、百何十個とかはあって、はいはい、もう中にはもう全然もうあの。例えばどれだろうな、こん中で言うと、あの。あの赤ちゃんのやつで、あの、はい、フィッシュセーブザ、フィッシュセーブザベイビーっていう。 僕結構最初のほう割と気に,入って気に入ってたんですけど作ってたんですけど、はい、もう全然だめなゲームでした <laughs> <laughs> 全然懐かしいなだめなゲームで、はい、あといろいろ作った懐かしいですね、まあ、いっぱい作ったけど90個なるほど今だから100個とか、はい、で現在進行形でやっぱり毎月なんだかんだ まあ質取量うというの五5個とか10個は5個以上は作ってますね、毎月ね。次のスライドなんですけれどもあの芸者東京が考えるハイパーカジュアルゲームのヒットの施策とはというところなんですがまずはじめですねたまたまねあの、よく一発屋って言葉ありますけど、われわれ3つ当たってても、ねまあ、3発屋ですね、まだね。<laughs> なん,そんなのこんなところ高いところが皆さんにあの当たる秘訣みたいなことを、まあ、そんな。 もう,もう僕が教えてほしいわいみたいな気持ちなんですけど、まあ、それをあえて言うとしたらやっぱりその一つはやっぱりそのゲームとして当たり前ですけど結構ハイパーカジュアルでやっぱ入りがそのすごくルーツが分かんなきゃいけないんでやってみて簡単にある必要があるんですよでもそれだとすぐ飽きちゃうんでやってるうちにその上達が感じられるようなゲームっていうか皿、まあまあ、回しとかんでもいいんですけど皿、まあ、回し僕やったことないんですけど多分皿回しとかって。 単純だけど長く回すのって結構その、技術いると思うんですよね。で、その上達で、多分なんか、なんかこう、中指で回せたら次こう、人差し指か、あと小指で回せたりとか、まあ、いろんな技術の上達とか、2つで回したりとか、うん、だから皿回しとか、例えば、まあ、今、例にしましたけど、やっぱその上達を感じるようなゲームっていうのは、長く続けられるようなっていうのが、やっぱり単調なゲームだと、すぐに飽きてしまうというのもあるので、上達させる仕組みっていうのを入れるのも大事ですよね。 まそうですね、はいでまあ、もう1個はその全然あのそうじゃなくてあの無限プチプチ系って僕らの中で呼んでるんですけど、まあ、ひたすらプチプチ潰すとかはです、ね、あ,のありますよね、もうひたすらす、ね、ローラー回してて気持ちいいとかそういう,あのもうひたすらその意味ないんだけどひたすらあの、いわゆるペン回しとかねあの習慣的にやられる方いるじゃないですかペン回しとかいろいろこうあの手遊びとかそういう感じであの習慣性があるような。 ゲームも、まあ、今いいなと思って、あのー、思ってます、ね、僕ら、まだこれ系はねちょっと今当ててれてないんで、うん、あの研究して作ってて、まあ、ちょっと近々ね結構いい感じのほうが出るんじゃないかなと思って今やってるんですけど、うん、なるほどありがとうございますで次になんですけれどもあのハイパーカジュアルヒットの秘策とは、はい、というところになるんですが、はいまあ、結構難しい部分ではあると思うんですけれども, <laughs> も,、ね、も秘策が分かれば全部当たってるっていうのって話なんですけど90あ僕らも本当、はい、全く分かってないんですけどまあ こんなんなじゃないかってことを社内で言ってるってことで、まあ、あくまでちょっとあとで皆さんあのぜひ僕もまだこの場にいるのでちょっと秘策あの教えてください <laughs> 交流しましょうで一、まあ、つ、まあ社内で言ってるのはやっぱりあの伝わると見せるって大事だよねってことを言ってますとやっぱりゲームでその僕らビデオでクリエイティブとか見せるんでそのやっぱりね宣伝的なも、まあまあ、意味合いとかキャッチーにつかもうみたいなことになると派手にこう。 見せれればいいいみたいになるんですよね、うん、でもやっぱりあのよく社内で言うのは伝わっっっててなないいいものっていうのうはやっぱ見せることとができないと要するにあの、まあ、さっきの皿回しハマってますけど皿回しの例で言うといくらお皿回した時にすっごいエフェクトつけて派手にしても皿回しっていうゲームがあこういうゲームだってまあ皆さん多分,多分分かりますよね分かると伝わるんですけど伝わってないもの派手にしても例えばなんか全然僕らが見たことない そのアフリカの遊びみたいなをそのをどうやって遊ぶか分かんないようなものをめっちゃ派手なエフェクトでその見せられてもすごいと思っだからそういうなんかその何やってるか伝わるあのゲームのルールが伝わるそのどういう風にプレイするか伝わるっていうことがあってそこからそれをした上で見せるっていうかあのアミューズするっていうことをまあよく社内ではまあ言って。 てますねうんそうですねやっぱりいくら頑張って伝えようとしても結局は伝わらなかったら意味がないので,そ,で、ね、そこは重要ですよね,すよねはい次の部分なんですけども、うんはい、データドリブンの部分ですねで、まあこれもねあのハイパーカジュアルって言うとすごいあの結構ね嫌味言われるんですよねそのなんかすごくビジネス集がするとあのお前ら金儲け主義でそのしかもデータドリブンとか言ってあの本当 こう、なんですよね、こう機械人間みたいな人たちがひたすら、その。お金儲けの手段として、こうデータ見ながら。あの、なんか昔の、悪く言われた頃のね、あのソシャゲみたいな、みたいなの言われるんですけど。あの、もう全然そんなことなくてですね。あの、やっぱ面白さっていうのは。がないと、やっぱ本当遊んでくれないんですよね、特に。ハイパーカジュールの場合って。セグメントっていうか、その、もう老若男女。 あの全てのの国籍の人おじいちゃんからおばあちゃんからちっちゃいお子さんからあのアメリカの方からヨーロッパの方からインドの方からアフリカの方からみんながお客さんなんでやっぱりすぐに伝わるってことがすごく大事で,でそこに面白いって感じてもらうってそれを作るってやっぱり人間しかできないですよね。であのそれをやった上で一個だけ違うのは僕らが今すごく一つ作ってるプロセスで大事にしてることっていうのは。 まあデータドリブンでそのどういうデータドリブンかっていうとそれが今までのゲーム業界って多分結構ですね僕も昔そうだったんですけどディレクターっていう神様がいてそのディレクターがこのゲーム面白いよねとかこの仕様いいよねって最終的に決めるみたいなことがあったと思うんですけど基本的にそうではなくていけそうかなって本人が作ってる人間が思うんだったらまずは全部試してみようよとで試してみてその結果今,今ってそのすぐに Facebook とか。 グーグルとかいろんなツールであのマーケティングのテストでき,てでき,できるのでそこで CPI とかリテンションレートとか見てあのほらねだから,だから逆に言うと僕がすっごい押し出しようとかでもほらみたいな大成さん言ってたけど全然データ的にだめじゃないですかみたいなすいませんあの僕不穴でしたみたいな、まあ、そういうことがちゃんと起きるようにのデータドリブンっていう意味であのじゃあそのゲームをどう面白くするかってことに関してはやっぱり人間が頑張るっていうか。 っていう意味ででの、まあ、データドリブンでだからよくあのデータ見たら面白いものできるなんで、まあ、そんなことがあったらねみんなデータ見てた外すわけなくなっちゃいますからねやっぱそんなことなくてやっぱ面白さ考えるのは人間の仕事で、まあ、そこが楽しいとこだなみたいな感じで思ってまますすねはい、はいありがとうございますでここからさらにです、ね、あの深掘りをしていくんですけれども、はい、まあここら辺やっぱり皆さん気になられるところだと思うんですが今までもう3つの作品を、うん ヒットさせて、はい、ですねもうここからさらに皆さんの期待がかかるところではあると思うんですけれども、まあ、なぜヒットしたのかその仕掛け取り組みというところですねこうお伺いできればと思いますまあこれも、ね、繰り返しになっちゃうんですけどあのこのゲームあのトラフィックなんでこれ多分ねあのこれ本当にいいゲームで <laughs> あ、まあ、ちょっと見てくださいね <laughs> <laughs> これあのうまくいくとちゃんとスムーズにゴールできるので。 これはすごくあのいいゲームでこれあの多分ね世界の歴史上のアプリのダウンロードの歴史上あのアプリマーケットってい iPhone アップリとか多分史上最高にスケールしたゲームの一つなんですよもうかれこれ7000万まだ何か月7000万ダウンロード8000万ダウンロードしててこの間僕あの夏休みウィーン見てたんですけど。 はい、ウィーンの,あの美術史美術館っていうとこで、まあ、あれあの子供暇そうじゃないですかで子供はがスマホでゲームしてるんで何かなと思って見たらやってたんですよ。す、うん、すごいですね多分あのドイツ系の子供は、はい、だからそれぐらいあので,でこれは本当にあの、まあ、やっぱ車で,でしかもこのゲームはもう一個面白くてさっきちょっと見ていただいた思い出していただいたけると分かるんですけど実は最初テストした時はだめだったんですよねこのゲーム。であの要素として これ今、最初はこの直線で、あの、えっと、オーストラリアなの、なんでしたっけ、あの、クロシーロード。知ってます、クロシーロード。クロシーロードっていうゲームみたいに直線だったんですよ。で、その時あんまりダメで、ね、その後何ヶ月か寝かした後に。まあ、だめだなとか言ってた後に、ふと。なんか合流入れてみたんですよね。合流入れてみようか。じゃ、合流がむちゃくちゃ刺さって。 多分あの歴史上最高レベルのヒットみたいな感じになったんでまあ合流ってやっぱり人間の本能に訴えるんでしょうね動画映えがしたんでしょうねうはいというのがまあ1個、まあ、これは一個いい例ですねはい、はい、で次の部分ですね2、はい、二つ目なんですけれども子供心をくすぐるですねこれもちょっと動画がありますので やっぱ皆さんは地上は体重になって暴れ回りたいみたいな願望が小さい時にあったと思うんですけれども、そういうところをうまく取り入れたゲームだと思いますこ。これちょっともうもう一回見てみます。もう一回ですか？もう一回,回,回見てみますか？はい、これはねあのすごい子供頃捉えまくっててあのうちのメイクメイクおおいっ子がいるんですけど、おいっ子今ちょっとこのゲームをやるんで。<laughs> スマホを取り上げられてて、この,の間そのその子のお母、まあ僕の妹がスマホも隠して高いところに隠してたんですって。じゃあこのゲームしたいせいで登ってなんかつまずいてなんか落ちて頭を打ったみたいなぐらい <laughs> あのもう中毒性あるぐらいやっぱ子供心をくすぐってやっぱ恐竜好きなんだなみたいな恐竜が人食べて暴れて建物壊してでもっとでかい恐竜出てきて食われたみたいな。 なんかねすごいあの子供のね僕らはみんな昔子供だったんでんやっぱその子供の原始のなんか刺激するんでしょうね。も、ま、う、あ、ゲーム自体本当ねもう超シンプルな恐竜がね人食べるみたいな食べられるみたいな。まあこの僕まあこれくすぐれたんでまあ先週あの一番まあ取れましてですね。おめでとうございます。はいまあ、こういう時拍手とか起きないですね。<laughs> う,そ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 うそうそうそ。<laughs> <laughs> もうあの。 冗談です。あの皆さんあのぜひダウンロードして遊んでください。すみませんでした、はいあのそんな感じです。はい、以前オフィスに伺った際もあのムービーを撮られてましたよね。あそね、はい、あ,あうそうですね。あの結構最近はあのうんそうですね。あの広告のムービーとかでまあ恐竜もなんでちょっとあの半分遊び半分その実験でちょっと実写版の恐竜の昔のそれこそあのツボロエアプロダクションみたいに <laughs> あのちょっとミニチュアで恐竜のセットを作って。<laughs> はい でで作って遊んでますね半分でもあれは遊びですね, <laughs> すね <laughs> 効果出たら嬉しいんですけど、はい、まあ結構ねやっぱジオラマ作るのってこんな面白かったんだみたいなことに結構本格的に作られですて、ね、一人ね、はい、そういうあの動画クリエーターでジオラマとか作,るの作ったことあるやつがいてで「おお何かやろうぜやろうぜ」って言って、まあ、やってるみたいな。 僕らはミーティングをしていたんですけれどもここら辺の方にこうにちらちら見えていてですね結構気になっていたというのはあって、まあ、かなり本格的なセットが作られていましたで次3つ目なんですけれどもアフォーダンスを大切にすることああのアフォーダンスって結構皆さん聞き慣れないかと思うんですがそうですね僕らはよく言うことで、まあ、よもともとは多分工業デザインとか、まあ、この中も多分デザイナー出身の方いらっしゃると思うんですけどとうことで言われていた、まあ、いわゆるあのドアノブとかねあのここに あのドアノブのマークとあとあのあのもう1個置いてますけどまあ例えばあのまあピコピコハンマーとかでまあこれ見たら知ってる人だったら多分パッて見た瞬間にあの絵を持って誰かの頭叩いてで浮かぶと思うんですよね。<laughs> でそれって多分これはすごくこう単なる静止画なんだけどアフォダンスがいいつまりそのアフォダブル人が何かあの仕方がすぐ分かってどこ掴んだらいいか分かって。 どれぐらいの強さでどれぐらいに叩けばいいかみたいなことがすぐ分かってチュートリアルも何も必要なくて分かるみたいなあるいはそのドアノブとかもドアノブってなんかよ,よく人間のやっぱりこう人間の手っての伸ばすとこうこういうふうにその筋肉ついてるんでドアノブが例えば回し方こっちだとめっちゃ気持ち悪いんですよね、うん、でもちゃんとこう時計回りになってる方が、まあ、僕右利きなんでやっぱりよくてそれも多分掴んだ瞬間に頭のイメージでこう回すと思うんですよね でそういういアフォーダンスっていうものをゲーム作ってる過程においてパって見てあ恐竜見たら人ちっちゃい人みたいなの出てきたら食べるよねとか車だったらあのぶつからないようにし,したいよねとか,なんかそういうことを一発で換気させるみたいなことをめちゃくちゃゃく意識してますね、うん、意識しろっていうふうにあの弊社のクリエイターとかデザインチームとかに伝えてますね。はいうん ちょっとここでですねあの、アホーダンスを意識したゲームってどんなものかというのを僕なりに3つピックアップしましてそれがアホーダンスがいいのかどうかというのをあのご判断いただければと思いますあのちょっと3つ一気に行きますのでまず1つ目ですねこれもあのムービーが流れるようになってるんですけれども。 電車でどんどんん人を乗せてていくようななゲームになってますでこれも、まあ、パッと見どういう風なゲームなのかっていうのが分かるようになってると思いますし進んでいくうちにこう矢印が出てくるので、まあ、どっちに行けばいいかっていうのが、まあ、瞬時に判断ができるかなと、まあまあ、これはあのめちゃくちゃ、まあ、やったことある方もいると思いますけどめちゃくちゃいいゲームで僕今年一番いいと思ったゲームの一個で「まあ i g a m e っていうあの、ね、あのベラルーシの人たちが作っんですけどあのめちゃくちゃいいゲームで。 であのー、これ見てた時に僕ら反省会をしてなんで僕らこれ思いつかなかったかみたいな反省会をした時にあのー、はいみたいなやっぱ彼はベラルーシの人だから <laughs> その電車の乗り方が僕らの頭の中の駅ってあのホームが出てきちゃうとやっぱりあのベラルーシとかって多分、まあ、行ったことないけどシベリア鉄道だと思うんですよね,うん、うん、ね多分あの電車が来てそのまま乗るみたいなだからもうあのやっぱり電車の乗り方とかちゃんと分か,分かってなかったです。あの それが僕らヨーロッパ行ったことあったらあのこれ作れたかもとか、まあ、あのふざけたこと言ってましたけどねあいす続いて2つ目ですねでこれも結構イメージしやすいかなと<ー>まあこれも出てきた瞬間にもう,、はい、もう切るしかないですもんねそうですね <laughs> 確かにそうですねそれ以外のものがないですね、うん、で本来だったらこれ野菜なんですけれどもたまたまちょっと携帯とかいろいろと。 やっぱりなん子供って大体ほってくると何でも分解するじゃないですか,やっぱ、ね、しかも何でもなんか叩いたり切ったりするじゃないですかやっぱこれもいいですよねこれもやっぱ最高だなと思うんでセゲームズって本当にいいですよね結構やっぱリズミカルに進んでいくっていうのもいいですよねうそうそうしかも最後ああいうふうに潰すのもねなんかいいでそうですねで3つ目がですね3つもセゲームズなんです,、ね、そうなんですよ <laughs> たまたまだったんですけれども、はいまあ、これもやっぱりイメージつきやすいような、はい ゲームですね,こ,れねこのゲームも,、ね、もうむちゃくちゃよくてこれもねもう見た瞬間にあ1位だと思ったらやっぱあっという間に1位取ってんと、ね、僕ね、ね、まあ、余談ですけどこの正ゲームっていう会社はすごすぎてもうなんかもうあまりにもすごいんで感動して会いに行ったんですよ、もうどんなすごい人だろうと思ったら、うん、じゃあなんかもうめっちゃ暗い感じの,あの <laughs> 2>, 2人組が出てきてまあいい人たちだったんですけど。 なんかボソ,ボソボソボソって言っててでも結構ねやっぱりあの,そのあの辺のねなんか東ヨーロッパ系に実はそういうカジュアルゲームを作れる会社っていうのが昔から何個かあってそういう人たちと一緒にやってるみたいなのはいろいろねあの教えてもらって面白かったんです<う><の>暗い感じのお二人だったんですね割とねあの、まあ、めちゃくちゃいい人なんですけどやっぱちょっとね、はい、あのスラブ系の。 わりとハ、はい、ーイみたいなあのよあのラテン系じゃない感じの <laughs> まあすごい、ね、あのナイスな人たちで、うん、まあ今すごくあのなんか交流させてもらってるんですけどあのいい会社なんですよ、僕らは今あの世界で一番あの尊敬している会社の一個ですね、リスペクトしてます、はい、ありがとうございます。で、次の部分がですね、これも結構、御社独自の部分があるかなと思うところでして、はい、開発についてですね。 まず1つ目超人構想ーこれはねすごくあの言ってて、まあ、皆さんも多分今日ユニットっていうイベントなんで、まあ、何らかのこうエンジニアとか、まあ、デザイナーとかだと思うんですけどやっぱ僕社内ではね今日もさっきも言ってきたんですけどもうねあのコードかけるとか 3D で例えばそのいわゆるオーサインツールマヤとかいろいろ 3D のツール上で何かものが作れるとかってもうそれだけで食える時代はもう終わったぞと。要するに昔 タイピストって職業があってタイピングできれば食べれたっていう時代があったらしいんですよねでも今そんな職業ないじゃないですかやっぱあくまでコーディングとかそのデザインオーサリングとかそのアートワークっていうのはあくまでそのスキルなので大事なことはそ,のそれで何を作るかみたいなであの今そういう部分でどん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 ユニティさんのアセットとか とエンジンもやっぱすごく使いやすかったりとかあるいはそのエンジニアリングも結構 AI とかいろいろ今後どんどん増えてきてすっごいあの作るのがある意味面倒くさいスキルフルな部分ってどん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 ん楽になって人間がどう面白いものを作るかみたいなことにフォーカスしなきゃいけない時代がもう来てるし来ると思うんですよねもう10年20年の経緯見たら。 今でいうプロデューサー的な人っていうかディレクターとかやっぱこういうものを作ってこうやったら面白いとかそのね僕らが最終的に作ってるのでコンピューターで作るんですけど遊んでもらう相手って人間なんでじゃあ人間って何すると驚くんだろうとか何すると面白いと思うんだろうとか何すると悔しがるんだろうとかそういうなんかね対人間的なことっていうのをモニターばっかり見てんじゃなくてそこの部分を分かってそのコンピューターの UI にも強いし ヒューマンインターフェースにも強い人っていうのが多分次世代の僕らみたいな、まあ、僕ゲームですけどクリエーターだろうと思っててそれは僕らの中では超人構想じゃあみんなそうなろうっていうふうに言ってますまあなろうって言ってってことはあの僕も含めてまだ慣れてないってことなんですけどそれが超人構想ですねはいやっぱり御社のエンジニアの方とお話をしているとやっぱりデザインを学びたいだとかこれからどんどん必要になってくるから もうこう学ぶ意欲がものすすごいあるなとまあそうですね,ですね結構やっぱりその、はい、今日もその話してたんですけどやっぱり情報への上っていう話をよくしてて、はい、今でまあ,ある意味皆さんもねあの今、まあ、ユニティっていうのでもの作るのが好きでこういうとこいらっしゃってて多分誰かに強制されてユニティ触ってる人いないと思うんですよねじゃあもっとユニティでいいものを作りたいとかもっともっとその,そのこういうことしたいとかって多分情報への上があると思うんですよ。そ、うん、それを僕らはその 前回に行こうぜみたいなもっともっと僕らの知らないもっと自分たちの理想を実現するために必要なスキルとか情報とかって世の中に持ってる人がいるかもしれないし落ちてるかもしれないからそれをあの貪欲に嗅ぎ分けて貪欲にもうどんどん,どん,どんあの取りに行こうぜっていうことはすすすごごく言ってままね、うん、なるほどありがとうございますえ次の部分なんですけれどもコーチング制度これも結構御社独自なのかなと思いますね。あの 例えばさっきの「ダイナソーランページ」で作ったのは、ね、鈴木さんっていって、まあ、そこそこ僕とももう45年仕事してる、まあ、30歳ぐらいの,あのエンジニア兼ゲームデザイナーなんですけどこのプロジェクトのコーチっていうのは藤井さんっていってちょうどこの2月ぐらいにジョインしたばっかりでまだ半年経ってないぐらいの大学3年生なんですよねで当然ゲーム作った実績あるわけでもない,あのないし当てた実績あるわけでもないしなんですけどやっぱりそのスポーツと一緒で 開発っていうのも一人でやってると一人とかそのまあディレクターって言われる人って一番難しいことで客観性なくなるんですよねだから結構まあ変な言い方ですけどすごい大御所になってあのなると周りがねイエスマンばっかりになっちゃうとうんって思ってても世に出ちゃうこととかってまあ歴史上多分あったと思うんですけどやっぱりそうなるんですよねだからそうならないようにその客観性を保つっていう意味でその今そのゲームがどういうことを狙っててそのどういうふうな ことが伝わってないかとかそういうことをコーチしてあげるっていう第三者的な件あのいわゆる指導者じゃなくて本当に客観的にそのコーチングしてあげるそのこういうふうに伝わってこないですとか言ってあげるっていう人を自分で好きな人を社内で指名1人つけてくださいと必ず新しいプロジェクトやるときは必ずコーチを自分で指名してつけてくださいみたいな。であるいはその できてきてて、例えばこのゲームはちょっとレベルデザインに結構肝どころあるぞみたいになったら、まあ、社内でレベルデザインすごい上手い人とかをコーチにつけたりとか、まあ、そういうこともしてるんですけどどっちにしてもその、まあ、こういうゲームで作るのって実質上は1人のエンジニアと1人のデザイナーとぐらいがコアでつく、まあ、あんですけどそのコーチングっていう意味で言うと最終的にはほぼもうなんかチームもうわらわらわらって増えて結局1個のものを8人とか10人とかで作ってるみたいな感じの空気感になってくるみたいな。 感じですかね、はい、結構あれですねあの珍しいというかあの実績ある人間がコーツするわけではないというところが結構すごい取り組みですよね。逆に僕らはその実績ある人間でも結局その常にそのやっぱゲーム作るって難しいんでて、うん、て続けてる人って歴史上いいないと思うんですよね、うん、だからそのできることっていうのは当てれるスキルを持った人が、まあ、僕ら集合天才とか言ってますけどそういう人たちがあの人たちが。 集団でお互いの自分アイディアとかを忌憚なくそのもうここはいいここは悪いってことを本当にあの上下なく忌憚なく僕も含めてやってすることによっていいものができるっていうふうにまあそういうあのカルチャーを作ろうとしていてでそれはのやっぱり今一番目指してるロールモデルとしてはピクサーが映画作る時って僕はすごいなっていう風なあな本とかメイキングとか見て思ったんですけど。一人でも 多分人生で1本すごくヒットタイトルを作れるような監督とかスクリプト書ける人が集団でお互いの意見をぶつけ合って、きたなくで全員で作るから出した時には好きながらいものができて結局「トイ・ストーリー」以来1本も外してないっていう奇跡が起きるみたいなでもあれは必然だと思っててあれを作ってるのは彼らの才能ある人間がきたなくチームでやるっていうカルチャーだなと思ってて僕らはそれを今頑張って作ろうと思って。 出ます続いての部分なんですけど事業計画です、ね、これもなかなかあこれもねのよくねあの、はい、最近結構僕らもなんかちょこっと、まあ、まあ大社当たってないですけどね3本なんであの当たったみたいな感じでよくいろんなね大手の,そのゲーム会社さんあのモンハン作ってらっしゃる会社さんとか、まあ、いろんな FF 作ってる会社さんとか、まあ、いろんな方がそのあのちょっとどんな感じなのっていう風うに、まあ、お話聞きに来ていただいて、まあ、僕らも。 あのいやあのこんな感じですよってまあフランクにシェアしてるんですけどやっぱり大体言われるのがああ結構やっぱうちの会社だと一本ごとにその収支予測を必要とされるから難しいねとで何かっていうと僕らの場合はその減価とかも僕実はよく分かってないんですよねでなんで分かってないかっていうとその僕らの場合はイメージでいうとファンドとかに近いようなイメージでその社内にまあ今だとまあ30人ぐらスタッフいるんですけど30人いる中でまあ1年間で まあ大体あのかかる予算みたいなき、決まりますよね、人件費が。はい、でその中で彼らがその、まあ、いろんな取り組み、例えばそのテストしてすぐ終わるもの、3日で終わるものもあれば1週間で終わるものもあれば1か月も終わるものもあれば、まあ、うまくいって、うまくいったものも4か月か5ヶ月後に出るんですけど、ものもあればで、その一本一本の収支ということは全く意識してなくて、ただ年間トータルとして、僕らとしては年間トータルでは何本当てないと。 ててようっていう目標。何も当てると生き残れるで何も当てると儲かるみたいな。何も当てるとみんなであのボーナス出るよねみたいなそういうのだけ持っててでそういうことは管理してて要するにあのダウンサイドは管理してるんですけどアップサイドに関しては全くもう管理しないっていうあのでそれによって結局一本一本はうまいんでこれ大丈夫かなみたいなのもガンガンリスク取って作れるんでみんなが訳の,のわかんないアイデアとかを、まあ、出しやすいっていう。 あのチャレンジができるっていうことがありますねなるほどありがとうございますまあやっぱり何でもこうチャレンジングなことができる会社っていうのは非常にいいなと思っておりましてその中でも御社独自のカルチャーというのがあると思うんですけれども次にこちらのご紹介をお願いしますあ,、ねまあ、あとはそうですねあの失敗っていうことは、まあ、これもよく言われるんですけどじゃあその90本作って3本当たったとかってあの作ってる本数とかもね覚えてないんですよね正直で何で覚えてないかっていうとこれはもうあのこういう場から言うわけじゃなくて もう僕ら今、これがもう楽しくて楽しくてのめり込んでるんで <laughs> とりあえず、新しいことがあったらそのまあ,ある意味、会社のお金を使ってテストができてまあ会社の金ってよくあの僕の金なんですけど <laughs> テストができてあのどんどん失敗ができてでその中でそのいろんなそのデータが出てきてでそのデータをもとに難易度調整してみようとかこの部分変えたらどうなるだろうっていうふうにそのプラス データドリブンっていうカルチャー自体をプラットフォームにすっごくこうそれこそマインクラフトでんかもの作ってるみたいなノリでみんながそのやってるんで多分マインクラフトやってる時ってその成功失敗とか何も考えないと思うんですよね作ってる時って、うん、あ,あ作ってみてだめだったらあの壊してみたいな,なんかねそういう感じで今ゲーまあできててあのすっごいあの僕はハッピーだしみんなもまあ実際本人たちに聞いてみてほしいんですけどまあ多分 ハッピーそうに見える当たってないゲームに関しても、まあ、さっきの,そのトラフィック・ランというゲームの例もそうですけどちょっと置いてみてある時にあるアイディア入れると実は化けたりとかするんで、まあ、よく熟成って呼んでるんですけど結構熟成庫にいっぱい入ってて今うんであのたまに見てそういえばなんかこれこうやったらどうかなみたいななので,で失敗っていうこともそうだし逆にねあんまりね実はね 成功もカウントしないんですよね実は<あ>その成功したから誰かがそのボーナスとかそういうカルチャーにするとやっぱりね分けややい感がなくなっちゃうんですよね<ー>だからまあもちろん成功したやつはもちろんボーナスとかありますよあるんですけどどっちかっていうとまあみんなですげえもん作って全員で高いレベルで分かち合おうみたいなそういうカルチャーにまあ仕向けていってるっていうかだから社内でみんなが惜しみなくお互いのゲームとかにお互いのプロジェクトに意見するし、うん。 ナレッジをシェアするし、失敗例を惜しみなく公開するしっていうことを、まあ今あのしようと思って頑張っているっていう感じですね。いやいいですね。ものすごく羨ましい環境ですね。いやいやいや、いやいやさんも <laughs> そうじゃないですか。<laughs> ありがとうございます。続いてのところなんですけれども、数字で話をする<あ>ですね。まあこれもあのさっきではちょっと話触り出たんですけど、やっぱり最終的にじゃその機談なんか話し合うした時に、ゲーム会社でやっぱりね、まあ僕も含めてあのみんな子供なんで。 どっちがいいとか俺やったらしいいいとか、俺ののの作ったたた最強アアイデアみみななぶつけ合うみたいになるんですよね。まあ、それって不毛だよねやっぱりいいか悪いかっていうのは最終的に僕らはやっぱ商業作品作ってるんでアートじゃないんで最終的にはお客さんに判断してもらおうよとでそのお客さんっていうのは今は、まあ、ネットの時代なんですごく簡単にテストマーケティングテストプロモーションがちっちゃく打てるんでそこで数字を見ていいか悪いか判断しようよみたいな。 ことをやってますねなのであの大体このゲームだったらなんとなく CPI これぐらいだけどワンデリテンションはそんなにいかないんじゃないとか25%ぐらいなんじゃないのとかそういう感じで実はお互い当てっこするみたいなそういう文化を作っててでそれによってその不毛なそのどっちが面白いっていうあの不毛なあのゲーム哲学論争みたいなのを、まあ、避けることができるし結果として、まあ、いいカルチャーかなっていうふうに思ってますね。 確かにそうですよね。あの噂に聞いたんですけれども、そのクイズが当たったら田中さんからお小遣いをもらえるという噂を聞いたんですけどプロボタイプの時はね、あのまあ遊びでやってて一番その経済学はなんかこれ何パーだって、ね、みんなでバーって書いて次の日テストして結果出て一番近い人が僕に五百円玉もらえるっていう。<laughs> ランチに行きますね。すごい <laughs>。子供みたいなことやってます。<laughs> で次にえっ、ー、とカルチャーの重要性もう一つの部分ですね。 日々勉強すするそうですねやっぱり先ほども言ったんですけどこれからの時代っていうのは単にエンジニアだからコード書けるからもういいですよとかそれじゃつまんないと思うんですよね、うんその。作ってるって感じってやっぱりもっと全人格的にゲーム作るって表現だと思うんで,でそれを表現するって意味でやっり日々その世の中のトレンドとかね、まあ、当然流行ってることとか分かってた方がいいしその、まあ、僕ら最終的にやっぱヒット構造の中で生きてるんで。 世の中の今の中今の、ね、そのトレンドの中からやっぱヒットが生まれるんでそれをまあ理解するし大きな意味で歴史ですよね。やっぱり歴史的にやっぱ人間ってあの、ね、あのサピエンスとかサピエンス電子とか絵本みたいな書いてますけどやっぱ脳の構造ってそのド,メドメスケフェケーションっていうかその定住が始まってからあんまり変わってないって言われてて面白いと思うこととか人間が感動することとかそういうこともあんまり変わってない気がするんですよね。 あるいはその認知科学的なねことをこういう色を見たらどういう感情になるかとかこういうリズムのものを聞いたら心臓のことどれ,どれがどう近くでとかまあそういうなんか認知とか生理学とかやっぱ何でも知ってた方が知らないよりはそのアイデアの選択肢、アイデアの幅が増えるんでやっぱそういうことをまあみんなにできるといいなってことを言ってますね。まあ全然あの 言ってるってことはまだできてないんで、まあ、やっていこうという感じなんですけどね。はい、そうですね、やっぱり個人的にも思う部分というのが、無駄な知識って本当ないなというふうに思ってまして、うん、というのも、どんな知識がどこで活かされるかっていうのは分からないので、まあ、本当に日々勉強だなというふうには思ってますね。次の部分、はい、今後、シャ東京が目指すところという部分の話に入っていきたいと思います。ハイパーカジュアルやってると結構ね、まあ 結構やっぱビジネス職が強いと思われるジャンルっぽくて、うん、あのよく言われるんですけど僕らね、ね正直ね芸者投票ってビジネス職実は薄いんですよね、まあ、今、儲かってるか儲かってないかというと、まあ、ここだけ話ど儲かってるんですけどビジネス職っていうよりはそのやっぱりなんか面白いゲーム作れて今って個人のアイデアで世界に出せるジャンルってゲームにおいては多分やっぱこのジャンル一番だと思うんですよね <laughs> ハイパーカジュアルって。 今例えばそのプレステ4ですっげえ面白いゲーム企画しても多分実現するのに何十億の予算と何百人のスタッフとでプロモーションとかもかかるんであのゼロからゲーム作る機会ってあんまないと思うんですよねだから僕らはそのまさに30年リセットしてファミコンの初期とかの頃のクリエイターみたいな今新しい時代がリセットして始まったと思ってて今そういう時の「ドンキーコング作ってました」とか「マッピー作ってました」とか。 スーパーマリオを作ってましたみたいな人たちが成功体験失敗体験詰めるっていうことをまずやってまあ筆頭して、まあ、僕らはあの当然資本も蓄えながらそれよりもあの人的な資本とかノウハウ面白いゲームをゼロから作れる人間っていうものをそういうタレント集団を作っていきたいなってまず思っているってああ、ねま、さにその中期的にはこの通りで、あのまさにこの通りで 僕らはもう全然やっぱりそのゲームってな何作ってても面白いし何やってても何プレイしてても僕楽しいんですよね。なのでやっぱ僕も,そのやっぱも最近だとモンハンとかもめっちゃいいなみたいないもまた、ね、あと、フォートナイトとかね <laughs> やっぱいいっすよねあ,のあれに対する公演行動とかねあのまあバトルやイ系とかやっぱ時代時代で流行ってるゲームを作って電車の中でパッってモニター見て。 自分たちが作った関わったゲームをやってるとやっぱクリエイターたちはこれに回さたら喜びはないんでんまあ、10年後ね、よく言ってるのは世の中で3枚スクリーン見たら1枚は芸者東京関わってよねみたいな <laughs> 3分の1のプロジェクトに関わってるようなそういう会社になれるといいねみたいなそのためにはスマホだけじゃだめだしいろんなゲーム作らなきゃいけないで,でそれ作れるようなそういう。あの のだから今までのゲーム業界30年間をもう1回リセットしてやり直してなんかやってみたいなみたいなやろうねみたいなことを言ってますね、はい、であともう1個はまあこれであのそういうことで思ってるんでやっぱりその今ね本当ね時代の変わり目が来たなと思ってるんですよねリセット、まあ、令和ということもあって、うん、であの僕らもちろんあの今どん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 あの面白い若い人とかどん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 ,どんジョインしてて自分でゲーム作りたいとかね世界で当てたいとかしてるんですけど まあ別に、まあ、僕らもちろん中に入ってくれたらそれ一番嬉しいですけどそうでなくても世の中で面白いゲーム作れる日本ってこんだけ人口いてこんだけユナイトっていう別に人が集まってこんだけゲーム作れるこんな国ないんですよ一国でこんな層が分厚い国ってでも残念ながらそんなにやっぱ世界では今どうしてもそのゲームの中で地盤沈下してて、うん、で僕らはマリーにもう本当にそれのアリンコみたいな感じで今海外出てますけど そのまあ、道を作ってるつもりなんですねなのでそ,のそういう人たちが世界で自分の作ってるものを自分の才能を問いたいなと思った時にそれを僕らがお手伝いできるような、まあ、そういうふうなこともしていきたいなと思ってて、まあ、具体的に言うと例えば開発ワークショップなんかもしてみたいなと思っているしこうやったらそのグローバルで、まあまあ、僕らが思う,思うだけですけどもこうやったらグローバルでヒットするんじゃないのとかそういうことの。あの 情報シェアできたりとかあるいは作ったゲームがあればデベロッパーとして僕らがパブリッシャーとして、まあ、言ってもハイパーカジノのすっごい広告費かかる分野なんでそこのお手伝いしたりとかそうやってあの、まあ、やっぱり日本という国がかつて任天堂とソニーとセガがあった時みたいにやっぱまたそのこの令和の時代に新しくリセットして、まあ、ゲーム産業の中でゲームクリエイターの中でその一定の,やっぱりその人口比率とかポジショニング やっぱアメリカがあって中国があって韓国があってヨーロッパがあっての中でちょっと地盤沈下はすっごいあのしてるように僕あの最近海外のイベントとか行くたびに思うんでそこの部分を本当は魅力ですけど僕らも頑張るし一緒に頑張る人たちがいたら僕らができることを何でも分かち合いたいなというふうにあの思っってますねやっぱりもっと日本初世界に向けてっていうところをどん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 ん増やしていきたいなというのは思いますよね。 いや本当そうであの今ってあの世界はも本当つながっててどこ行ってもスタバがあって、うん、アップルがあってどこ行ってもナイキがあってで一等地なユニクロがあってみたいなもうグローバルにつながってるんでどんどんあの僕らももうヘジテイトせずに日本から面白いアイディアとかどんどんグローバルに、まあ、通っていけば全然この国はまだまだいけると思うんではいあの僕も。 それで頑張るし、はい、あのみんなも一緒に頑張りましょうっていうのが目指すところですね、はい、僕らもユニティとして何かのご支援できるところというのはあるとは思いますので、うん、大いに、はい、使い倒してますんで <laughs>、はい、ありがとうございま,すでまとめまあ、まとめというかあのそうですね田中さんからこう送る言葉という形ですかねハイパーカズアルって、まあ、いろんな文脈でもちろん興味もたれてる方いらっしゃると思うんですけどこの中でゲーム開発自分でされてるってい方どれぐらいいらっしゃいますか 多分、まあ、いろんなものいろんなすごいものを作られてると思うんですけどハイパーカジュアルっていう分野って僕社内でもよく言ってるんですけどもゲーム開発のエッセンスすぐ分かって無国籍で全員が分かってしかも一定のやり込みっていうか一定の長さ遊んでもらえるみたいな、まあ、そういうことを考えて作るってすっごいあのゲーム開発のエッセンスが詰まっててこれをすると。 その総合的にその何のゲームを作るにしてもその役に立つ一番なんか基本のキーみたいなものが詰まってるジャンルだなっていうのを思ってるんですよね。なのであのぜひもしもあの今作ってるって方がいらっしゃいましたらぜひあの後ほど僕あのその辺ふらふらしてるんであのぜひあのお友達になりたいですしこれからハイパーカジノうさんくさいなみたいなでも何なんだろうみたいな分野があったらぜひちょっとあのねサクッとなんか土日とかね <laughs> こう夜、ねあの、真夜中とかに、ね、こそっと作ってあのリリースしたらいいと思うんですよね、できそうだったらあの僕らあの全然あの、広告しますんで <laughs> そんな感じであの皆さん、ぜひわれわれと一緒にねあの、まあ、今日ハイパーカジュアルセッションということでまずハイパーカジュアルという分野はあ,の、まあ一緒になんか、ね、あの考えるきっかけになるといいなというのとで、まあ、最終的に世界で遊ばれるゲームというものをね みんなであの、送り出したいなというふうに、思いますんで、あの、お互い、僕も頑張りますんで、皆さんも。ぜひ頑張って、あの、日本の、ゲームにおけるプレゼンスを。一緒に上げていければと思います。はい。ありがとうございます。では、時間になりましたので、はい、あの。最後に、最後に、これだけお願いしますか、はい。あ、どうぞ。はい。僕、ちょっとインスタやってて、みんなのセル引いてください、ね。写真を。写真。で、出ちゃう、待って、写真、顔を隠してください。ねどうやって撮ります? <laughs>。 じゃあ僕あの自撮りでナナさんもっ入ってくださいはいありがとうございます <laughs> あの顔が入ってます人はあの消してくださいね僕あげちゃうと思うんでじゃありますじゃ取りますなん何て言うんですか<あ> Hi <Unity> はいあありがとうございますじゃあハユニティありがとうございましたどうもありがとうございましたどうも皆さんありがとうございました。